アばしり観光交通株式会社とは、北海道アばしり郡、大空町に本社を置き、バス事業などを行う企業である。2010年3月31日までの社名は、アばしり交通バスであった。戦前に、アばしり町の新栗リリ地区にて、植民軌道運行を受託していた、モコト線運行組合が前進。旅客輸送も担っていたが、客家分離を行うこととなり、 北見バスより車両と運行券を買収したのが始まりである。1950年には経営上の理由からバス事業を分離することとなり、村と運行組合の出資を中心として、東モコト交通株式会社を設立。トラック事業などとともに運営されたが、1955年頃からしりバ,バスとの合併話がたびたび取り沙汰されるようになり、 第三セクター的な機構では発展に限界があることから1959年にしり交通株式会社に改祖し完全民営への布石とした。1962年には東急グループ入りし東もこと村民に密着した運営を行っていた。一時は三菱工業がビバイ、夕張の急単構築で運行していた。 微鉄バスを傘下に収めるなどの動きもあったが、2002年には事業効率化などを目的として、しり交通よりバス事業を分離して、しり交通バス株式会社での営業を開始。2009年には、株譲渡により、東急グループから離脱し、j w パートナーズ関連会社となったものの、2010年に代表取締役が全株を買い戻し網走、観光交通株式会社に、 称号を変更した。企業グループには属さない独立系会社となっているが、本社は網走交通東もこと営業所と近接するなど、元の親会社である網走交通との関係は続いている。路線は過疎化やモータリゼーション化が進行で、ワンマン運転開始などの合理化も講じられたものの、1975年までに、目満別線と名星線が廃止された。 川湯線は1987年に休止、北見線は2001年にビホロ発着に変更されて廃止され、そのビホロ線も2004年に沿線人口禁止により廃止された。軌道客化分離の路線となる二路線は、山沿線は長らくスクールバス的要素の強いダイヤで存続したものの、2009年に廃止となりスクールバス化された。現在は、 アバシ線のみが運行される。なお、軌道事業に関しては、東もこと村営軌道を参照されたい。窓口、待合室を設置。最寄り停留所名は、バス会社前。併設の自動車整備は、元親会社のアバシ交通の事業である。2011年4月に開設された貸切バス、専門営業所、シャリバス、札幌営業所と同居している。 同年3月までは、千歳市に、千歳営業所が置かれていた。貸切バス専門営業所、鶴田田市リゾートの送迎バスを自宅している。停留所一例路線バス車両は2017年3月31日、現在で登録場は9台となっている。一般路線は、東もことを中心とし、北見市、美幌町、目満別町、 東もこと地域内で運行されていたが、2009年4月以降は、網走市への一路線のみ運行する。2020年4月1日現在、川湯線は1987年7月1日、休止。6月中旬から9月下旬までの季節運行で、赤んバスと相互乗り入れも行われた。山沿線は2009年4月1日廃止。 両路線とも網走線との直通系統も運行されていた。1962年10月18日に北見バスと相互乗り入れで開設されたが、北見バスは間もなく撤退。北見線は2001年4月1日に美ホまでに短縮され、美ホ線となり、美ホ線は2004年5月1日に廃止された。 東モコとメ満別巡回バス1959年3月11日開設1973年12月1日廃止大空町が東モコと市所メ満別駅前間に町民向け巡回バスを運行する1975年4月1日廃止珍しいバス停流除名としてテレビ番組等で紹介された3枚は網走線に2カ所あり 川湯線、山沿線に5カ所あった。貸切バス車両は29台保有。事業は、北見運輸支局管内、札幌運輸支局管内、釧路運輸支局管内、帯広運輸支局管内、室蘭運輸支局管内,局管内の内戸間小牧市、白尾郡、湧仏郡での発着が認められている。貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した。 営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっていたが、2017年に相次いだ事業者側起因による事故により、同年9月6日付で認定取り消しとなったため、当初の営業区域に戻っている。同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟する、鶴田田市リゾートの委託を受け送迎専用車両を導入するほか、 当期に、ウッドロ温泉契約ホテルからの委託を受け、宿泊者限定の無料送迎バス、特急知床号を一般貸切車両で運行する。路線バスはいずれも貸切バス車両を転用。車内装置などを整備の上で運用される。2009年11月に、路線転用された車両には、東モコとの観光 PR として、東モコト芝桜公園のラッピング広告が、 施された。以降の車両にも施されている。バスセンターカラー、自社カラーの浜ナスカラーや旅行会社専用カラーなどがある。東急マーキュリーカラーは微鉄バスから引き継いだ車両にのみあり、自社導入者では採用されていなかった。ありがとうございます。